5月31日。何日だ？今日何日？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、24だ。24日。大丈夫か？すごい、今日はもう本当に、もう超薄いメイク。メイクも薄いし、髪の毛もなんか、ナチュラルで。こんにちはって感じ。7日。ありがとう、みんな何かって教えてくれて優しいね。グリーンリバー、クマありがとう。クマ、I love you クマさん。ありがとう。I love you。こんにちは。かわいい、ありがとう。ガチャガチャして聞こえてたかな、今のガチャガチャ。なんですよ、今胎盤にね、よく塗ってっているヘアセット部屋用のポーチがね、近くにあったので、そう、あのヘアピンとか入ってるやつがガチガチ言いました。これも対話の時に持っていっているくし、こんにちは。皆さん、今日はお仕事とかですか？お仕事か、平日だよね今日って。学校終わった。お疲れ。ゆなぴょん、注目の口違うでしょ。これじゃない。疲れ。コンタクトが乾きますな。17時から仕事？頑張ってね。頑張ってね。目が。おやすみ。お、今から帰る？ありがとう。来てくれてね。ゴールデンウィークの対バン。気をつけて帰ってね。やっほー。そう、定型文変えたんだ。これじゃない、あ、串、別にどの串でもいいんだよね。串に注目してるわけじゃなくて、串の使い方に、そう。こっちをこうやってね、やるんですよ、よく。そう、でも今日は束にしてないので、前髪を。前髪に、プロダクトだっけ？ワックスをね、つけて束にしてるんですけど、ライブとか、撮影の時は。そう、その時に、こうやって、こっちで一生懸命こうやって束をこうやってやってくれて。やってるよー。このイベント30万ポイント達成したらアバターつく。そうなの？でも目指してはないので、そう、アバターを作るのは別に目指してないから、全然皆さん、いつも通りな感じで大丈夫です。はい、そう、ガチイベの時はちゃんとガチイベですっていうので、その時はね、一緒にもっと配信時間増やして頑張りたいですけど、今は
ゆるい部なのでね、とりあえず大丈夫ですよ、いつも通りで。だるま、ハート、ありがとう。キルキルキルキ、止まらない。こんにちは、かわいい、ありがとう。明日行きたい？待ってるよ。明日も対バン、めっちゃ対バン多いね、最近、本当に。いっぱい会えて嬉しい。明日キュン？なんか、そう、キュン、もうさ、TikTok のさ、入徳の TikTok さ、キュンでよくないみたいなね。今日はお休みですか？お休みじゃないです。レッスンです。はい。少し投げておく。ありがとうございます。優しい。ハート。レインボースターありがとう。流れ星？かわいいね、パステルカラーの。優勝！ユーティゼータさん、優勝10個もありがとう。優勝、優勝。ありがとう、ユーティゼータさん。せなちゃん。せなちゃん。撮影タイム明日ないです。撮影タイムがないのも結構作ろうという話になっていまして、今。ない。ないです。まあ、基本的に、そう、せなゆなみおで、セットリストを順番にね、考えてて、日付によって、お、ハート、ゴールドハート、ありがとうございますね。そう。順番に考えてて、まあ、その子次第なんですけど。明日はないです。ハートありがとうございます。ぜひぜひ皆さんワンマンライブ待ってます。ワンマンライブね。お試しチケットをね、買ってくださる方がちょっと増えているみたいで。嬉しい。一般チケットがね、本当にめちゃめちゃまだまだあるので、ぜひに。はい。美味しかった、よかった。マスタードも美味しかったね。こんにちは。こんにちは。あれ、定期分私書いてないか。ワンコイン押しすぎた問題、そんなことないんじゃない、わかんない。とてもいいグループなのでみんなにぜひ来てほしい。嬉しい、ありがとう、そう言ってくれて。みんな来て。みんな来て。マスタード、そう、昨日縁日でかき氷屋さんを1時間やったんですけど、マヨネーズとマスタードがありました。予定がわかんないか、そっか。亀戸席嬉しい。亀戸席、亀戸席、ちょっとね、亀戸席の皆さんに可愛く撮っていただけるように、自分磨きももっと頑張らなきゃな、って思います。はい、こんにちは。めっちゃ花火上がるんだけど。花火すごい。ずっと花火のイベントやってる。まったり配信したい人用のイベント。
やっほー。やっほー、こんにちは。こんにちは。最初だったから そう、なんかどうしたらいいかわかんなくて、最初は結構ね、何が好きとか、何がいいっていうのを聞いてやってましたね。で、もう大丈夫？って聞いて、大丈夫？って言われたらそこで終わりにしてたから、めっちゃ、なんだろう、シロップとみかんだけとか、方もいたけど、私が一番いろいろ乗っけたのは、多分なんか、シロップを2色にして、みたいな。で、上からなんかきな粉みたいなのかけて、みたいな。で、トッピング2、3種類して、っていうのが一番なんか、いろいろやりました。やったかき氷。普通の撮影タイムないんですかね。ワンマンのね、詳細とかセットリストまだ決まってないので、確定なことは言えないですけど、まあせっかく亀戸席があるのに、撮影タイムをやりたいというか、やらん。私は撮影タイムはなくていいと思っているので、私の意見は、みんな、まあ多数決で決まると思うんですけど、私の意見は亀戸席があるから、やらなくていいと思っている。だるま、ハート、ゴールデンハート、ゴールデンだるま。ありがとう。飲み物？どういうこと？飲み物に行ってない？飲み物もあったの？こんにちは。新書かわいいでしょ？新書かわいいですよ。早くみんなに見てほしい新書。いつね、新書を広めかわからないんですけど。でも多分ワンマンには、ワンマンの時は、ワンマンは多分新衣装だと思うので、さすがに。そう、ワンマンの前にお披露目してるのかしてないのかはちょっとまだわからないけど、ワンマンは多分、あの衣装を着れると思うので、お楽しみに。ハートありがとう。そう、写真ね。だから私の意見は本当に揺るがないので 撮影タイムは絶対ない方がいいですよっていうのをご了承すると思います。もし聞かれたら もし聞かれたらね。だってね。だってね。亀鉱石せっかくあるんだから。衣装替えしないのかな？知らん。だからまだ決まってない言うてるでしょ。知らんのよ。まだわからんのよ。でもなんか、ライブアイドルさんって衣装変えてるイメージないんですけど。どうですかね。今度はあの髪型。そう。ハーフアップ。編み込みハーフアップ。お初です。マー君さん、ありがとうございます。ワンマン5人だからフォーメーション、そうだね、フォーメーション、その5人のフォーメーションが、もうできてるんですけど、まだレッスンはしてないんだけどね。もうできてて、それに合わせた構成、4人構成になっているので、実は。だから、4人構成だけど、1ヶ月前とかから、4人なのは4人だけど、歌割りが変わってたりしたと思うんですけど、それの理由は、新体制の5人のフォーメーションに合わせて、変わってますよ。え、そうなんだ。衣装替えするんだ。へえ。衣装替え、昨日の編み込み上手だった。嬉しい。違う
自分でやったから嬉しい。着替え。でも新衣装を着たいんだよね。まあ両方着た方がいいよってなったら両方着るかも。だってここが切ってない。ワンマンのグッズ、確かにいつ発表だって。でもまだ24日だからさ、まだ発表しなくてもいい気がするけど。まだ発表にならないと思いますけど、私たちも知らないしね。はい、配信するって見てつなちゃん言うなって思った。いや私なんか、私本当に、私本当に何し、なんだろう、その無理をすることしかできないって言ったら違うけど、なんていうの、無理はしてないですよ今は。なんですけど、そうなんか別にそう特技もないので、できることが見つからずねっていう。本当にダンスが得意とかないですし、こんにちは。新章のアクスターはさすがに出ると思うけど、まだわかんない。何にもわかんないけど、まあでも衣装は出るんじゃない？なんか昨日のさ、ゆきちのゲーム配信みたいなの一瞬ね見た。あの TikTok の夜のやつ、こういうコードしてた。頑張ってください、ありがとうございます。呼ばれたので、あら頑張って、お仕事。全然もうすぐ寝ちゃった。すごいね、TikTok ってあんなのできるんだね。いや、さすがに私また一番大きくはないと思う。前回なくしたで散々スタッフさんに、拡大しなくていいですよってやったの。なんで拡大したんですかって。みんな同じサイズにしてほしいよ。サイズ感バグすぎて、私身長もさ、拡大したら身長も大きくなるけど、顔もさ全部大きくなる。だから悲しかったですよって。悲しかったですよって。しかも身長合わさってなかったしね、なんか一番大きくなっちゃって、なんか本末転倒ちゃうんって感じだった。だから次回は治っていることを期待しています。
ステージの上では、はすなちゃんが一番大きく見えてます。キマック。ありがとう。こんにちは。こんにちは。集合者なぜさなちゃんよりゆなぴょんの方が低いのかで、それはゆなぴょんも言ってたけど、あの反り腰なんです。本当反り腰っていうか、なんか反り腰、そう、普通に立ったらね、私より大きいんですけど、ゆなぴょんの方が、ていうかゆなぴょんとみおたんは全然逆にね、あの身長ほぼ変わらないんで、あの二人はゆなぴょんの方がちっちゃく見られがちですけど、ほぼ変わらないので、まあ確かにちょっと後ろだったけど、横並びとはいえ、私なんかちょっと前出てたんですけど、はい。まあその二つですね。で、ちっちゃく見えます。ゆきちは163センチ。そう。私と16センチ差。ですね。こんにちは。キチのデビューかね、ファーストワンマンライブなので、ということは新体制のお披露目がファーストワンマンライブになっているので、もう楽しみにしててください。はい、動きにくい？何？めっちゃ端末熱くなってんだけど。怖い。怖いですよ。超超超倍増イベント、何それ、何それ、何それ、どういうこと、それ、そういうタイトルってこと、ルブ早く見たよね、MV さん絶対使われないと思ってたというか、まあ、もし、あそこから、もう仮の MV を見たんですけど、みんなでね。そう、その、面白い、本当に私が変なところがあって、そう、そこがね、もしもう変更なく、それで使われてたら、また話しますね。本当に面白いところがあって、本当に変で。本当に、でも今の私の気持ちとしては違う部分に変わっていてくれたらいいなって思っているけど、でも変わる可能性は多分ね、少ないので
本当に嫌だ。公開日決まってるのは決まってるのかな？メンバーたちにはまだ何も言われていませんので、知りません。本当に変。本当に変。書いてあるけど、なんで笑ってんの？でもね、なんか、前もね、そう書いていただいた。っていうか、結構何回か同じ文章だ気がする。どういう変なのか、歌詞。なんか、まあ、そもそも、すごい、なんだろう。撮影の時に、こうしてください、みたいなのを言ってくださるんですけど、結構もう、なんか大げさに、みたいな。元気に、みたいな、言われた時で、もうそこ、その元気に、と大げさにしか頭に入ってなくて、歌詞を考えずに、ただ単に元気に、そう、やってしまったっていう、まあ自分のせいなんですけど、歌詞と合っていない。ただ元気。ただ元気に大げさに、うわーってやっちゃって、歌詞の意味を考えてないです。っていう、なんでこの歌詞にこれ？っていう私がいて、恥ずかしい。昨日メタモルフォーゼしてない。あ、やった。昨日はやった。コール考えてたのに。ごめんね。でももう、ほぼ毎回あると思います。おとちゃんも帰ってくるので。3人でちょっとメタモルフォーゼできつかったんよ。そう、だから、私がね、セットリスト考えた日は、きつかったんで 抜かしました。こんにちは、皆さん。フォロワー数1000人達成だって、やったー。フォローしてくれた方、ありがとうございます。初見さんも、ありがとうございます。ラブレター、ありがとう。やったやったー。こんにちは。皆さん、ぜひ、ゆうにヒロイン転生、覚えてねー。ファーストワンマンライブあるので、初めてのライブ、ぜひ見に来てほしいです。お待ちしてますよ。ハート、ありがとう。キンが止まらないのさ、二人バージョンはさ、新メンバーのユキチがね、そう、やっててめっちゃ可愛くて、あれ、やりたい私も。一緒に踊ってくれる人。あれやりたい。てか、TikTok そっちバージョンにさ、踊れる方はさ、そっちバージョンでやりません？こうやって。ハートして。ダイス。30分経過、お知らせありがとう。え、なんでいつも1分遅れちゃうんだろう、本当に。本当に申し訳ない。ピコリ。しかも、今日謎に15時からだと思ってて。で、やばい、時間ないって思って、急いで準備して、もうまつげもね、やってなかったんだけど、でももういいやって思って、スマホ見てたら、あれ？あと30分あるやんって思って、ちゃんとまつげあげました。って感じよ。って感じよ。じ
じゃあ30分経ったので終わります。明日も毎日配信してるので、明日もショールーム配信するんですけど、まだ時間は決めていないので、決まり次第 X にポストをしますので、ぜひご確認ください。そして今日の21時45分からは TikTok ライブをやりますので、 TikTok もぜひ見てください。なに、やばい、すごいんだけど、ねえ、ミューティゼータさん、ありがとう。天使クマさんだよ。ミューティゼータさん、ありがとうございます。嬉しい。そんな応援してくれてありがとうございます。もう本当に嬉しすぎる。ありがとう、ミューティゼータさん。頑張ります。頑張ります。ユーニヒロイン転生。ファーストワンマンライブ、成功できるように。頑張ります。ありがとう、本当に、ユーティゼータさん。ありがとう。ということで、ランキングを読みます。かわいいじゃん、ありがとう。ありがとう、本当に。ではでは。13位、ダライア。12位、ノリックさん。11位、ナーニャカミヨシさん。10位、アイスゼット2271さん。9位、プリン。8位、ブタイチョウマナブくん。7位、ブタバラパラダイスさん。6位、タツニーヤさん。5位、オノピーさん。4位、パピコさん。3位、トニーさん。2位、グリーンリバー。1位、ユーティゼータさん。ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。ありがとう、見に来てくれて、皆さん、コメントもしてくれて、ありがとうございます。最後に、家にヒロイン転生という、私はね、アイドルグループに所属しているんですけれども、そのグループのファーストワンマンライブが5月31日にありますので、ぜひ少しでも気になるよって方は、左上のバナーからチケットの詳細とかを見れますので、ぜひ見てください。たくさんの方にお会いできることを楽しみにしています。なので、ぜひぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。見に来てくれて。また、ショールームは明日も配信するので、明日も見てね。またね。バイバイ。